ちは。前回来たフラワーフィールドの花なんですけれども、満開になったらしいので来たんですが、リベンジしてきました。すごいです。皆さんどうぞ。あそこで写真撮れる映えスポットになっております。あー、ここもすごいね。すごいね、ここフォトスポットがいっぱいあって、ちゃんとね、こういう、そう、演技描いたようですよ、この空も含めて。お花に囲まれてますね。このお花囲まれるところにベンチとかあって、ここであれじゃない、自撮りとかしたら、これはね、4月、5月、サンデーゴ来る方おすすめです。ね、ちょっとマストスポットだね。うん。来た方がいいよ。こんな咲いちゃってんだから。もうあちらにも今日も晴れてるんで、もう海が見えますね。前回来た時さ、曇ってたよね。うん、曇ってたし、前回満開じゃなかったね。当日のチケットはもう売り切れてて、先週も実は来たんですけど、先週も売り切れてたんで今週にしたんですけど、うんうん、チケットはやっぱ1週間前くらいに前もって買っておいた方が良いですね、うん、この時期は特にね。うん、でも1週間前であれば全然買えるので、うん、ただ当日買えないってだけです。そうね。あ、花のいい匂いがする。すごいよ、すごい匂いね。この人じゃない、うん、この子がすごいいい、このね、白いお花がすごいいい香りさせてます。こうぐわーっと上がると綺麗な虹です。映え、映え、これを映えと言わず何と言う、映え、映え。この花の色ごとに分かれて写真が撮れます。真っ黄色です。真っ黄色で、こっち側はだんだんと赤いゾーンになっていくと、赤いゾーンになっていくと、すごい綺麗です。こんな感じですね。こりゃいいね。こりゃいいね。これこう見たいぐらいな。あ、花がすごい綺麗。かわいい、このつぼみ、トマトみたいなつぼみ、きれい。ピエロも来てます。あ、ペインティング、フェイスペインティングできるんだ。わあ、お花がカラフルでかわいい。その名前の通りだね。その名の通りですよ。みんなおしゃれしていっぱい写真撮ってきてます、ね、みんなおしゃれしてるね。今からお昼を食べに行きたいと思います。今日はハンバーガーの予定です。アメリカンだね。本日はシェイクシャックにやってきました。アプリでやるんだ、うん、アプリでやるんだね、便利だね、うん、コリアンピー、美味しそう。なんだこれ、あれ、こういうのなんだね、シェイクシャックバーガー。私はシュルムバーガーにします。え、うん、来ました。シェイクシャックはね、あのハンバーガー界の中でね、私はね一番好きでしてね、特にこのシュルムバーガーがハンバーガー界一の異端児なんですけど、中に
これくらいの厚さのマッシュルームが入ってて、それがすごい美味しいです。はい、これでいただきます。